待たせたら。はい、ということでね、スイチャンネル始めていきましょう。今回はクセスゴおいしさマジック反復思考の確立編をやっていきたいと思います。はい、確率の分野で反復思考っていうのは、まあ、どっちかというと最後の方にはなると思うんですが、これすごく日常に関わってくるようなものなので、早速、こんな問題を出してみましょう。さあ皆さんね、日向坂大好きな、ね、人もしかしたら見てくれてる方も多いと思うんですけども、日向書っていうゲームが最近リリースされました。この日向書ではガチャが引けますね。星4のメンバーカードが欲しいと思ってもその確率 5% ってなってます。っていうことは20分の1の確率ってことでございますね。20分の1 0.05 でございますけども、じゃあ20分の1の確率なんだから、20連回したら絶対に星4が1枚出なきゃいけないはずだと思って20連するんだけど、全く出ませんでした。なんだよこれ、詐欺じゃねえかよって思ったそこのあなた、違いますよね。20分の1だからといって20枚引いたら1枚当たる、そういうものではない。それが反復思考の確率です。じゃあ正しい計算式はどうなるんでしょうか。じゃあ改めて問題に書き起こしてみると、こういうことですね。じゃあ20分の1なんだから20枚引けば当たるっていう人の計算式はどうなるかと申しますと、最後20枚目で当たりが出ると、仮定した場合はこういう式になりますね。で、見てて分かると思いますが、分母がだんだん減ってってますよね。最初じゃあ19枚外れ、20枚中19枚外れ、次19枚中18枚外れ、18枚中17枚外れて、どんどん引いていって、最後まで当たりが残った場合はこういう式で20分の1。ただ当たりが出るタイミングは、別にこんな一番最後じゃなくてもいいから、まあそれでも全部引いてやろうと思ってやったら、まあ足したら全部ね、当たりの出る箇所20個なんで、まあ20分の1かける20かけたら1なわけないですよね。はい、よく考えてください。この確率20分の1っていうのは、別にその20枚のくじ1回引いたからって20枚が19枚になるわけじゃありません。そのくじは元に戻すわけですね。だから常に当たりくじは20分の20枚中1枚っていう状態なんです。19枚中1枚、18枚中1枚って減っていくわけではないっていうことにまず注意をしてください。ということは1回1回引くのは常に同じ状況っていうことでございますね。1回目20枚中1枚当たり、2回目も20枚中1枚当たり、3回目も20枚中1枚当たりで、こう本当に同じことを延々と繰り返していくことを反復思考をというわけですね。で、反復思考なので、まずじゃあ外れの確率がね、20分の19なわけじゃないですか。1回目外れの確率は20分の19です。そこでさらにまた20分の19の確率で外れを引くと、それの繰り返しですね。だから20個かけると答えはこれなんですよね。はい、そう、これが反復思考の考え方でございます。で、このね、20分の19を20乗した値っていうのはだいたいどれくらいかっていうのを発表しますね。はい、だいたい 0.36 ということになります。 0.3584 とかで出てきましたけども、要するに確率20分の1で当たるくじ20回引いても36% の確率で外れるっていうことなんですね。 36% っていうことは3分の1より大きいですよね。だから、まあ、またこれをね、3回のうち1回は20連爆死って表現するのもまたちょっと違和感はあるんですけども、まあ、大体 36% の確率で20連爆死っていうことになりますので、20連引いて当たり星4のメンバーカードが出ないからといって文句を言うことは全くないっていうことだけ注意しておいてくださいねっていう話でございました。じゃ あ例えば当たりが出るにしても、1枚当たる確率と2枚当たる確率とっていうのをどんどん求めていこうとすると、ちょっとね、面白いことになりますよね。ここからが醍醐味です。はい、じゃあいきますね。確率20分の1で当たるくじを10回引いたとします。10連ですね。1枚当たる確率はいくらでしょう。で、
よくね、皆さん反復試行の確率っていう時に C ってついてるのありますよね。二項係数がついてるんですけども、この二項係数っていうのは非常に重要な意味を持ちます。今からそれを解説していきますので頑張ってついてきてください。じゃあ10回引いて1枚当たるということは、1回だけ20分の1になって、あとは20分の19だから、こうじゃないのかなって思うでしょね。これが違うんですよね、はい、これだと最初に当たりが出ました、あとは全部外れっていう表現にまあ見えます。この10回引いた中でもどこで当たるかっていうのが重要なんですよね。1回目で当たる人もいますし、最後の10回目で当たったっていう人もいるかもしれません。ちなみに僕昨日引いたら2枚目で当たりましたね、はい、そうだから、そういう場合の確率は20分の 19×20 分の 1×20 分の 19×20 分の 19×20 っていう感じでございますよね、はい、で、まあ、5回目で当たる人は20分の 19×20 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 分の 1×20 分の 19×20 分の 4回目に当たる人、20分の 19×20 分の 19×20 分の 19×20 分の 1×20 分の 19×20 分の 19×20 分の 1×20 分の、あと5回ですけどね、はい、合体したくなりますよね、トム・ブラウンでございますよね。ね、っていうふうに、どこで当たりが来るかっていうところをしっかり考えなきゃいけない。1回目で来る人、2回目で来る人、3回目で来る人、4回目で来る人、5回目で来る人、6回目で来る人、7回目で来る人、8回目で来る人、9回目で来る人、最後に来る人、ね、10通りあるわけですよ。で、これを、表現するためにはまあね、どれやっても結局20分の1を1回と20分の19を9回かけたっていうことで値は同じでございますから、こう表記すればいいわけです。10個ありますよっていうこと。だから要するに当たり1個と外れ9個を並べる場合の数っていうのも同時に考えようねっていうことで、二項係数がつくわけです。今ここ10って書いてますが、正確には、はいね、こういう表記をすればいいわけですよね。はい、すみません、ここでね、一つちょっとお詫びしとかなきゃいけないことがあります。先ほど僕、昨日引いたら、2回目に当たりが出てっていう話をしたんですが、1回目にも当たり出てたんですね。ということで、じゃあ次はこれを考えてみましょう。10回引いて2回当たる確率は、これも同じように考えてください。当たりがどのタイミングで出たか。僕実はその引いた時には1回目にあの当たりミーバンが出ました。まずこれはあのイベントのやつじゃなかったんでちょっと苗だったんですけど、その次に2回目に出たやつがイベントのメイメイでした。2人ともね、あの可愛らしい関西人でございますけども、当たりが2回、外れが8回っていうのは一体どういう確率になるのか。で、僕みたいな場合はだから20分の1、20分の1、20分の19、20分の19、20分の19って逆になってる、大丈夫かな、ね、20分の 1×20 分の 1×20 分の 19× ダダ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 ダなんですけども、人によってはじゃあ例えば1枚目と10枚目で当たりが出る場合もありますよね。20分の1、20分の19、11、ダダダダダ、最後20分の1とかね、はい、あとは4枚目と9枚目で当たりが出る場合いきますよ。20分の19、20分の19、20分の19、20分の1です。20分の19、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 20分の1です。20分の19、合体ってなって、よし、すべての確率はどうだ、はい、20分の 1×1 乗と20分の 19×8 乗。ダメですね。はい。これだと1パターンしかないですからね。だからちゃんとここでまた当たりと外れの出る順番っていうのを考えなきゃいけないわけです。じゃあ、当たり2個と外れ8個を組み合わせると何通りですかってことですよね。同じものを並べる順列って考え方になりますよね。だからまあ2項係数を使ってもいいんだけど、考えやすさで言えば2項係数ばらした方がいいですね。同じものを並べる順列っていうのは、まあ、順列だけだったらね、例えばじゃあ1から6の数字を6個1列に並べる場合の数っていうのは6びっくりですよね、はい、6×5×4×3×2×1 ですが、1を3個と2を2個と3を1個並べる場合の数はどうですかって言われたら、これは6びっくりじゃなくて、1が3個あるから3びっくりと、2が2個あるから2びっくりと、31個だから1びっくり、これを分母に持ってきて、上に6びっくりを送ったわけですよね、はい。今回の場合は当たりが2個、外れが8個
だから分母は2びっくりかける8びっくりで、上は10びっくりですので、確率としてはこうなる。で、この場合はもちろんこの2びっくり8びっくり分の10びっくりっていうのはちゃんと二項係数で表せば、ね、はい、10C2 って形になるかなと思います。はい、これでね、正しい確率が求まりました。で、だからちょっと順番を意識するんだったら、僕は二項係数使うよりもこの同じものを並べる順列の式と考えた方がやりやすいのかなという気がします。もちろんね、ちゃんと理屈が分かったら、二項係数を使って書いた方がすっきりするかなと思うので、反復試行というのはとにかく、何がどこで出るか、その出る順番を、大事にしてほしいっていうことでございました。いよいよじゃあ応用問題いってみますか。はい、ちょっと頭を使いますが、でも順番を意識すれば大丈夫な話でございます。さっき星4のメンバーが出る確率が20分の1って言いましたが、星3のメンバーが出る確率も10分の1ございます。で、ただしこれよくねあるあるでございますけども、10回連続で引いた場合の10回目はちょっとあのレア度の高いメンバーが当たりやすくなってて、星4の確率は変わりませんが、星3のメンバーの確率が40分の23、ちょっと中途半端な数字ですが、これが日向書のリアルな値でございますのでね。じゃあこの状態で星4のメンバーと星3のメンバー1枚ずつ当たる確率はいくらでしょうっていう問題です。ただね、こう今問題出して思ったんですけども、多分正確な値を計算すると日が暮れないけどちょっと大変だと思うので、まあ日式までできれば OK としましょう。はい、星4と星3のメンバー1枚ずつ当たる確率はいくらでしょうか。この10回目がちょっとミソですからね、皆さんよく考えてみてください。間違ってたらごめんなさい。まあちょっと皆さん考えてみましょう。はい、まあまず考え方のポイントいきましょう。星4メンバーはずっと20分の1の確率になってます。ただ星3が10回目だけ40分の23っていう確率になるんだよっていうことなので、まずは星3がその10回目に出るのか、それともそれ以外の回で出るのかっていうところで、場合分けをしてみましょう、ね、この場合分けのセンスもね結構受験では重要なテクニックですので、演習を積んでできるようにしていくといいですね。じゃあまず考えやすいのは星3のメンバーが10回目に出る確率でございますね。で、まあ、10回目ということはまず9回目までに星4のメンバーが1回出ればいいわけです。1回だけ出ればいいんですね。で、星3のメンバーは出てはいけません。で、星4のメンバーも星3のメンバーも出ない確率っていうのは1から20分の1と10分の1を引いていくらですか、ね、20分の17ですね。だから星4面でもない星3面でもない確率は1回目から9回目までは20分の17でございます。だから反復試行の部分の確率は 9C1 に星4面の20分の1とはずで、星4面でも星3面でもない20分の17を8回かけたものっていうのが反復試行の部分で、10回目に星3メンバーが出るってことは、ここ使ってあげるから40分の23を最後にかけましょうねっていう問題です。これを計算するのは非常に面倒くさいのでここで止めておきます。はい、もし入試問題でこれ出るとしたら17の8乗の値与えてくれると思います。はい、はい、でちょっとこんがらがるといけないので星4面でも星3面でもない確率を止めておきましょう。1から9回目に関しては、さっきも言ったように1から20分の1と10分の1を引く、まあこれ余事象ってやつですよね。はい、で10回目は20分の1と40分の23を引く、するとね結構実は綺麗な分数になりますね。ナッチョの大好きな8ですよね。8ですよね。気持ち悪いねごめんなさい、8ですね。いいですね、8って 125×8 が1000になるんだよね。えびっくりですよね。125って1たす2たす5で8ですよね。はい、ね、はい、いいですね8 次に問題となるのは星3面が1から9回目に出る場合です。この時星4のメンバーがいつ出るかっていうのは実は大事な問題でございます。星4のメンバーがまたこれ1から9回目のどっかに出るのであれば、最後10回目は、8分の3の確率をねかけてあげるんですが、星4が10回目に出るんだったら、
最後にかかるのはその星雲の20分の1ですよね。ここの区別をちゃんとしとかないと、間違うので気をつけてください。そう、なぜなら星4面でも星3面でもない確率っていうのも1から9回目と10回目で違うっていうことを、そこに注意をしてください。じゃあ星4面と星3面ともに1から9回目に出る確率を考えてみましょう。9回目までに星4と星3を1個ずつと、外れが7個でございますね。だから星4、星3、1つずつと外れ7個の並べ方はどうなりますか？これもね、外れ7っていうね、同じものを含んでおりますので、ちゃんと書くと分母が1びっくりかける1びっくりかける7びっくり、ね、ただ1びっくりは1なので、まあ一応立式では書いた方がいいけど、最終的には7びっくり分の9びっくりでございますね。まあちゃんと書くとこうなります、ね、反復試行の部分は、これ反復試行ね、3つ出てきても大丈夫ですからね。これは単純にだから星4メンバーの確率と星3メンバーの確率と外れの確率で、外れは7回だからここ7乗で、あと1回ずつはここは11ですね。でさっき言ったように星4面星3面1つずつと外れ7つの並べ方っていうのはこうなりますよね。で最後に出るのは外れです。なのでこの外れのね値が10回目だけ違うから、あえて最後ここで8分の3ってかけてあげるね。20分の17じゃなくて8分の3ですかね、外れは。ここ要注意ですね。で次、これが最後ですね。星3メンバーが1から9回目、星4メンバーが10回目、この場合の確率はどうなりますかっていうことですが、星3メンバーと外れ8個、ね、これをやるのが反復試行の部分で、最後に星4メンバーが出るっていう確率20分の1をかけてあげましょうっていうことになりますね。もう立式は大丈夫ですか？大丈夫でしょうね。こういう形になります。もちろん QC1 としても大丈夫です。で今求めた3つなんですけども、全部排反ですね、同時には起こらないということなので、最後に今やった3つのパターンの確率を全て足して正解となります。で、まあ、でかい値なのでこんな問題多分試験に出すとは思いませんが、まあ、やり方はもちろんこういう試験で全然問われると思うので、しっかり身につけてほしいなと思います。あ、間違いあったらごめんなさいね、これ全くオリジナル問題だからね。まあってな感じで、日向書とか他のねソーシャルゲームでもいろいろガチャとかあると思いますけども、そのガチャで実は反復試行の確率を勉強するいい機会になるかなと思います。ということでこの動画を、作ってみました。皆さんいかがだったでしょうかね。反復試行の確率っていうのは難関大学でも必須です。ちょっとね頭使うかもしれませんが、とにかく反復試行の確率っていうところは公式の2項係数っていうのが実は出る順番を表してるんだっていうことがミソになってくるところだよってことをお分かりいただけたと思います。慣れていただければもう怖いものは何にもありません。はい、ということでね、今度は良かったと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。また次回、クセスゴお日様塾で会いましょう。バイバイ。